皆さんこんにちは。今回は体の動きの流れを意識したフローヨガを行っていきましょう。体を流れるように流動的に動かすことで心、マインドの流動性も刺激します。では準備ができた方からマットの後ろ側に正座で座っていきましょう。両手背中の後ろで指を組んだら息を吸って両肘を下へぐっと伸ばし胸を空に開いて、吐いて両手を自分のつま先の方へもう少し下ろして両肩を耳から離します。首の前側、胸をさらに開きます。そこからゆっくりとおでこをマットの上へ下ろし、手を上に引き上げ体重を前に移動させ頭のてっぺん床で刺激します。両手もできるだけ上へ持ち上げて、ではもう一度正座へ戻って両肘を引き胸を空へ開きます。では繰り返しましょう。おでこをマットの上を下ろし、マットの前側へ頭をゴロンとロールします。両手できるだけ上へ引き上げ、肩のストレッチ。もう一度正座へ戻って胸を空へ開きます。動きに身を任せて体の余分な力は抜いて。息を吐いておでこマットの上、頭の頂点ゴロンと体重を移動させ、両手前の方へぐーっと引っ張って、ではそのまま両手をリリースしたら頭を膝へ近づけて両手でかかとをつかんでいきます。このまま少しだけお尻を空へ持ち上げてゆっくりとした呼吸を続けて肩甲骨の間を広げます。鼻から大きく息を吸って、吐いてお尻かかとの上に下ろしましょう。両手リリースしたらマットの前側につき、そのまま上体も前にスライドして四つん這いになります。胸と尾骨を空へ持ち上げ、鼻から大きく息を吸って、吐いて背中まっすぐ、そのままつま先を立てゆっくりと膝を伸ばしてダウンワードフェイシングドッグ。1回目のダウンドッグなのでここで少し時間をとっていきましょう。お尻をゆっくりと左右にゆらゆらゆらしてみたり、両膝を左右交互に曲げて背中や足の裏側のこわばりをほぐしていきます。動きを止めたら両手の間を見てそこへ両足を大きくステップ、吸ってハーフアップ、背骨長く伸ばして、吐いて腰から上体脱力。では膝を大きく曲げて次の吸う息上体を起こします。両手頭の上、吐いて胸の前、もう一度吸って両手頭の上で合掌。吐いて腰から上体前へ脱力、フォワードフォールド。吸う息でハーフアップ、吐いて両足後ろへ大きくステップバックしてプランク。息を吐きながら肘を曲げ上体をマットの上へ下ろします。次の吸う息両手でマットをグッとしてアップワードドッグ。吐いて胸をマットへ下ろして、もう一度吸ってアップドッグ。呼吸に合わせて海の波のように上半身を動かします。吸ってアップドッグ。そこからつま先を立てお尻かかとの上にスライドチャイルドポーズ。ゆっくりと膝を伸ばしてダウンワードフェイシングドッグ。素晴らしいです。ここで一息ついたらそのまま背中丸く丸めながら上体を前へスライドしてプランクポーズ。吐く息両手でマットをグッと押してダウンドッグ。もう一度吸って前へプランク、吐いてプッシュバックでダウンドッグ。自分の呼吸の波に合わせて全身を動かします。吸って前、吐いてダウンドッグ。ここで息を全部吐き出して、はぁ、息を吸って上体前へ戻しプランク。そのまま息を吐いて両肘を曲げ上体マットの上チャトランガ。吸ってアップワードドッグ。吐いてつま先を立てお尻かかとの上ゆっくりと膝を伸ばしダウンワードフェイシングドッグ。ここで一息つきましょう。では両手の間を見てそこへ両足を大きくステップ、吸ってハーフアップ目線前、吐いて上体脱力。膝を大きく曲げながら吸う息で上体を起こして両手頭の上で合掌。吐いて胸の前。次は太陽礼拝 B のチアポーズ。吸って両膝を大きく曲げ両手目線空、お尻ぐっと後ろへ引いて
吐いて脱力、吸ってハーフアップ背骨長く、吐いて上体を下ろしたらそのまま両足後ろへ大きくステップバックプランク、両肘を曲げチャトランガ、吸ってアップワールドッグ、つま先立てお尻かかとへスライドし、膝を伸ばしてダウンワードフェイシングドッグ。ここから右足空へ持ち上げ、膝を曲げたら両手の間へ大きくステップ、後ろの足横へ向け、右の骨盤後ろ、左の骨盤前、吸って上体空へ長く伸ばして、吐いて両手マットの上を下ろしたら右足左足の横に揃えプランク、両肘曲げチャトランガ、吸ってアップワールドッグ。吐いてできる方はそのまま両手でマットを押してダウンワードフェイシングドッグ。はぁ、一呼吸ついて、では今度反対、左足を空へ持ち上げ、膝を曲げたら両手の間へ大きくステップ、後ろの足外側へ向け、左の骨盤後ろ、右の骨盤前、吸って上体を持ち上げます。吐いて両手マットへ下ろしたら左足右足の横へ揃えプランク、肘を曲げチャトランガ、吸ってアップドッグ。できる方はつま先を立ってそのままダウンワードフェイシングドッグ。素晴らしいです。鼻から大きく息を吸って、口から全部吐いて、では両手の間を見て、そこへ両足大きくステップ、吸ってハーフアップ、吐いて脱力、そのまま膝を大きく曲げて、吸って両手目線空チアポーズ、吐いて一度両手リリースしてから、吸って両手頭の上、吐いて胸の前、ここで一息つきましょう。ではもう一度吸って両手頭の上、吐いて腰から上体前、次の吸い息ハーフアップ、吐いて脱力、そのまま両足後ろへ大きくステップバックプランクポーズ、肘を曲げチャトランガ、吸ってアップワールドッグ。ここからできる方はつま先立てダウンワールドフェイシングドッグ。もう一度右足を空へ持ち上げ、膝を曲げたら右膝、右手親指の横に下ろします。後ろの足マットの真ん中になるように膝を下ろし、ピジョンポーズに入っていきましょう。右足首しっかりと屈曲させ、左右の骨盤を同じラインにあるように調節します。準備ができたら吸って胸を開いて、吐いて腰から上体前へ下ろし、肘をついて両手を重ねて、その上におでこを休ませていきましょう。このポーズの中へ溶け込み、体を癒していきます。今動いたことで心拍数が上がり、体が熱くなっているのを感じて、今あなたの体は全てを手放し、よりポーズを深めていく準備ができています。鼻から大きく息を吸って、口から全部吐いて、お尻にある大きな筋肉、梨状筋、臀筋、腰、背中の余分な緊張感、こわばりを緩めていきましょう。ではゆっくりと上体を起こして反対へスイッチしていきましょう。後ろのつま先を立てたら右足左足の横へ揃え、おへそ背骨クッと引き入れプランク、肘を曲げてチャトランガ、吸ってアップワールドッグ。吐いてつま先を立て、そのままできる方はダウンワードフェイシングドッグ。では今度反対、左足持ち上げ、膝を曲げたら左手親指の横へ左膝を下ろします。後ろの足元の真ん中に来るように膝を下ろし、お尻は四角、左右両方同じ位置に来るように調節して、鼻から息を吸って胸を持ち上げ、吐いて腰から上体ゆっくりと前へ下ろしていきます。両手のひらを重ね、おでこをその上に休ませていきましょう。さっきと同様にまぶたを閉じて、このポーズの中に溶け込んでいきます。鼻から大きく息を吸って、口から優しく吐き出します。
もう一度鼻から大きく息を吸って、口から全部吐き出します。息を全部吐き切ったら、次の吸う息、ゆっくりと上体を起こしていきましょう。上体を起こしたら、そのまま左足を後ろへ抜いて、右足の横プランクポーズ。しっかりと両脇を締め、息を吐き、肘を曲げ、チャトランガ。吸ってアップドッグ、吐いてお尻をかかとへスライドし、チャイルドポーズ。両膝を大きく開いて、両手マットの前側遠くへ伸ばしたら、息を吐きながら胸、お腹をマットの方へ沈めていきましょう。鼻から大きく息を吸って、お腹、背中にたくさん酸素を取り入れたら、口から全部吐き出します。今必要のないものすべて解放して、ではゆっくりと上体を起こして、最後正座で呼吸を整えていきましょう。両膝を閉じたら、目を閉じたい方は目を閉じて、吸い息、両手体の遠くを通って頭の上で合掌。吐いて両手胸の前。もう一度吸って両手体の遠く通って頭の上で合掌。吐いて胸の前。自分の体の中心、軸を感じて、今日も自分をケアするこの時間を作った自分自身にありがとうとお辞儀をしていきます。皆さん、今日も一緒にヨガしてくれてありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。ナマステ。またね。